車がすれ違えないくらいの細い道路、そして草木がうっそうと生い茂っています。この規制線の先で小学生の兄弟2人が車の中から遺体となって見つかりました。犬山市八曽の山林へと伸びる一本の細い道、ここで昨日見つかったのが、崖から落ちそうになっている車がある。昨日午後5時半ごろ、通りかかった男性から警察に入った通報。警察官が現場に駆けつけると、ワゴン車が前輪が脱輪した状態で止まっていて、その車内から犬山市の隣扶桑町に住む小学4年の姉と小学1年の弟の遺体が見つかりました。兄弟2人の遺体が発見された車が今引き上げられて搬出されていきます。捜査関係者によりますと、ワゴン車は鍵がかかっておらず、兄弟の遺体は後部座席の足元に毛布をかけられた状態で横たわっていたといいます。そして9歳の姉の胸のあたりには血の跡があり、2人の首には絞められたような跡があったといいます。放置された車から小学生2人の遺体が発見される異常な状況。しかし悲劇はこれで終わりませんでした。6、7人見えた。ここで来て見えて、ガラス割ってね、中入られたよって。亡くなった2人の子供の自宅からは母親の遺体も見つかりました。兄弟の遺体が見つかったおよそ5時間半後、扶桑町の自宅で捜査員が42歳の母親の遺体を発見。母親の遺体にも首に絞められたような跡があり、何者かに殺害されたとみられています。この規制線の先で車の中から遺体となって見つかった兄弟2人の父親とは今も連絡は取れておらず、警察が捜索しています。親子は4人家族で、同居する42歳の父親は今も連絡が取れず行方不明に。そして家の中からは父親が書いたとみられる遺書のようなものが見つかっています。近所の人によりますと、最近も4人で仲睦ましく出かける様子が目撃されています。旦那さんもいっぱい働きてのね、あと子供さんの面倒も見てね、仕事して言うことないで、奥さんは奥さんでまた窓けちゃんとね、できた人でね、本当活発な、上の子でもね、体操もうお父さんが組み立ててね、鉄棒を作ってあげてね、それでも逆上がりしてね、見せてくれる。下の子はね、すごく甘えん坊で可愛くて、上のお姉ちゃんはやっぱりね、しっかりして落ち着いてる、絵に描いたような家族、仲のいい。最近も家の前で水遊びをしたり、姉が習っていたとみられるピアノの音色が家から聞こえてくるなど、穏やかな様子だったといいます。よくバーベキューとかもやってたんじゃなかったかな、お友達とか来て、しょっちゅう車で家族でどっか出かけてられてるっていうのがよく見ますよ。家族に一体何が起きていたのでしょうか。警察は父親が3人が死亡したいきさつについて事情を知っているとみて行方を探しています。